天皇の一覧。天皇の一覧は、日本の歴代天皇及びその他の天皇の一覧である。歴代天皇は、初代、神武天皇から、徳神、金城天皇まで、126代が挙げられる。この126代のうち、第37代、西明天皇は、第35代、皇玉天皇の第48代、聖徳天皇は、第46代、皇賢天皇の、 それぞれ重祖、一度上位した天皇が、再びくらいに就くこと、最祖であるため、総数は百二十四人となっている。ただし、南北朝時代に、北朝、京都で即位した天皇、黄金天皇、黄明天皇、須皇天皇、後黄金天皇、及び後園友天皇の五代、五人は、この百二十六代の天皇には数えられないものの、皇室再主等においては、 天皇と扱われる。このため、現在に至る天皇の総数は129人と数えられることもある。なお、天皇、天皇、スメラミこと、スメロキという名称は、7世紀後半に在位した第40代、天武天皇の頃に、それまでの大王を君に代わって用いられ始めたと考えられている。また、霊勢天皇、 在位967-969以後、高閣天皇在位1779-1817 17の時に死亡が復活するまで安徳天皇を唯一の例外として天皇号は生前も崩御後も正式には用いられなかった。例えば、小水能天皇や名将天皇は崩御後、小水能院、名将院と呼ばれ、これらを一律に小水能天皇、 名称天皇とすべてを置き換えたのは明治維新後のことである。初代神武天皇から十数代の初期天皇の実在性については諸説ある。第二次世界大戦後の考古学及び歴史学においては、初期天皇は天挙が神話等であるとみなされ、その実在性は疑問視されている。しかしながら、現代でも初代神武天皇、第十代崇神天皇、 第十五代王神天皇が特に研究対象として重視された。古代から第二次世界大戦中までは日本では神武天皇は実在したと考えられてきたが、戦後になると神武天皇の実在は疑問視されるようになった。これに対し、初代神武天皇の実在性を唱える者は、安本美天、森清人などが存在する。古田武彦は、 神武天皇の大和朝廷を九州の山大,大国の分家であると主張している。第十代主人天皇を実在可能性がある、最初の天皇とする説がある。日本史研究の立場からは和風志望が同一であること、自責の共通点などから、主人天皇を初代天皇、あるいは神武天皇と同一人物であるとする。なお、第二代。 水贅天皇から第九代開花天皇までは、日本初期に、旧時的記述、自席等に関する記述がないため、決死やつし決死やつと呼ばれる。津田宗吉によって、三世紀後半から四世紀初めにかけて在位したと考えられる。第十五代王人天皇が、初代天皇とみなされ、それ以前の天皇の実在を否定する学説が、提示され、第二次世界大戦後、 歴史学の主流となった、ケツ氏13代が、その後の研究により、スジン以降の実在性が強まり、ケツシやツシロへ変化した。1970年代以降の歴史学会では、古事記や日本書紀における6世紀以前の記述は、不正確な伝説であると解されている。このため、6世紀前半に在位したと考えられる。第26代。 慶太天皇の実在確実と考えられるものの、それ以前の天皇については、第21代有力天皇を別として、第25代無列天皇までは実在の可能性が薄いという見解がある。有力天皇に関しては、埼玉県行田市の東海山古墳の副室から出土した金作名鉄県の若竹る大王を有力天皇の名である。 大初瀬若竹と開始、その証とする説がある。この説に則っとれば考古学的に実在が実証される最古の天皇である。なお、古事記に自跡が記されていない。第24代人間天皇から第33代推古天皇までの天皇を指す。血死十代も参照のこと。推古天皇は初の女性天皇であることが分かった。 歴代天皇を確定するための基準が定まったのは大正時代末期のことである。この時示された基準によって歴代天皇は126代、124人という現在の歴代天皇の形が確定している。歴代天皇の厳密な確定が要請されたのは明治時代になってからである。明治時代には天皇を中心とする。 中央集権国家体制の整備が進められ、1889年、明治22年には、その根本規範として大日本帝国憲法が公布された。同憲法では、歴代の天皇を指す、皇祖、皇祖が、天皇の地位の正当性、正当性と天皇が騒乱する、統治権の演言として重視された、国文、憲法発布直後、及び上悟るなど、このため、 歴代天皇のありようが論じられ、その確定が行われた。歴代天皇の確定にあたっては、江戸時代に、水戸藩で編纂された、大日本お及びその編纂過程で発展した、水戸学、尊王論の考え方が大きな影響を与えた。これらの思想に基づいてあるべき、歴代天皇の姿が論じられ、歴代天皇は確定した。なお、いくつかの観点から、 それまでの歴代天皇、三角から変更された部分もある。主な基準、観点、及び変更された点は次の通り。皇居の後に天皇の尊号を送りなされたものである。須藤天皇を除き、交互にその子が天皇に即位したことによる。歴史上、天皇を自称した人物。参考文献は、天皇家歴史大辞典211ページ以下、保坂正康。 天皇が19人いた、角川文庫、2001年14ページ以下、中身年を、偽天皇事件に秘められた、日本史の謎、宝島社、2014年108ページ以下による、5、おさむき。